台湾バイパス起点付近、台湾バイパス終点付近、台湾バイパスは、神奈川県横浜市旭区の上川インターチェンジから、東京都町田市の東名高速道路、横浜町田インターチェンジを通り、大和市月見野に至る、国道16号のバイパス道路である。上川インターチェンジからは、ほどがやバイパスと連結している。1968年3月に、 旧国道16号のバイパスとして開通した。町田立体終点付近少なくとも20年以上、前から国道246号、国道246号旧道、町田街道などが集中交差する東名入り口交差点、町田市、辻交差点付近では、早朝、深夜などの交通量の少ない時間を除き、 時には上下線ともに3トル以上の渋滞になることもあり、透明入り口交差点付近を通行するには時間を要していた。そこで、これら周辺道路の渋滞解消を目的に、ほどがやバイパスの事実上延伸となる町田立体事業が行われた。2002年度に事業が始まり、当初の予定では2011年度完成予定で工事が進められていたが、 国道246号と交差する既存の国道16号の拡幅工事に必要な用地の取得が難航したため、事業の進行は大幅に遅れ、2011年秋より、橋脚の基礎工事が始まった。最大の難所である国道246号との交差部付近に橋桁をかける工事は、深夜時間帯に大幅な車線規制、または一時的に通行止めにして、工事を行い、 本線高差部は2016年4月24日に開通した。また、残りの横浜町田インターチェンジ八王子方面への接続は2019年3月16日に開通した。この道路は国道16号大和バイパス上に一種3級の自動車専用道路を整備したもので町田立体開通前までは 東名横浜町田インターチェンジへの出入専用となっていた横浜町田立体と大和バイパスの南町田駅北方付近が全線立体交差で接続された東名入り口交差点を通過する車両の大半を占める国道16号大和バイパスほどがやバイパス総合間と大和バイパスほどがやバイパス東名高速道路総合間の通行車両が町田立体 横浜町田立体を経由することにより、地平部の東名入り口交差点を通行する車両は大幅に減少し、渋滞が大幅に緩和された。なお、途中の国道二百四十六号とは接続せず、既存の国道二百四十六号立体交差のさらに、上をオーバーパスすることで二重の立体交差となり、横浜環状四号線、旧国道十六号、旧国道二百四十六号、 町田街道などの周辺道路とも接続されない。町田立体は大和バイパスから東名高速道路及び保土ヶ谷バイパスの接続のみに特化した道路となる。ありがとうございます。